どうすりゃあのガッツから一本取れるんだ。そいつは難しいな、今のお前の腕じゃ。おまけに相手はほとんど怪獣。いっそ石でも投げてみたら。剣じゃねえと意味ねえの。石の腕前なら実際大したもんだけどな。まともにやり合っちゃ体格で大人にかなうわけはねえからな。端っこさと、こいつで俺は生き延びてきたのよ。さて、追っ始めるか。妖刀ざっくり丸のサビにしてくれるわ。すみません、私には切り伏せるしかできませんので。足手まといにならないよう頑張ります。どこで死ねるかよ。援護いける。蹴りをつけておかねばならないようです。俺の全部でやり遂げるのみ。Yeah.
一休みするか。教えてくれよ、じいさん。海に出るならどっちに行きゃいい？ああ、それならこの旧街道で峠を越えるといい。あんたらブリタニス港に向かうつもりけ？だったら気をつけた方がええぞ。ブリタニスがどうかしたのか？あそこは今諸国連合軍の鎮守府になっとる。法王朝強権の国々から続々と軍隊が集まっとるって話じゃ。いよいよクシャーン相手の大戦が追っ始まるらしい。国王が崩御した上、一粒種の王女まで行く方知らずじゃ。ミッドランドは事実上王位不在。連合国軍がクシャーンを追っ払っても、今度はそいつらに国土をいいように切り取られちまう。下手すりゃ国そのものが消えちまうかもな。消える？ミッドランドが？お前さん、ミッドランド人かい？そりゃ気の毒にの。いや、少し餌を借りてただけだ。昔のことさ。ああ、そうそう、忘れとった。その道を行くのなら気をつけなされ。特に峠のあたりはの。なんだよじいさん、山賊でも出るってのか？だったらまだええがの。出るには出るが人間じゃねえ。トロールだよ。